今回は YouTube で人気の比較ランキング動画の作り方を紹介します。動画の後半ではフィルムストックの2020年の人気のエフェクトランキングを発表しますので、ぜひ最後までご視聴ください。こんにちは、ワンダーシェアクリエイターの石川です。 YouTube では音楽、漫画、アニメ、ゲームなどいろいろなランキング動画が人気ですよね。ランキング動画をフィモーラでも作ることができるので詳しくご紹介します。最初に10位から1位までの動画ファイルを1つずつ作成していきます。完成したランキング動画は4分割の画面で表示するので縦長の画面で編集を進めていきます。ファイルからプロジェクト設定を開いて、画面の横幅を1920の4分の1のサイズ、480にします。この状態でまずサンプルカラーのホワイトを一番下のトラックに置きます。編集画面が縦長になりましたね。今回はエフェクトの動画をあらかじめ用意してあるので、これをホワイトの上に置きます。一番上は最後に文字を入れるので、少し隙間を空けておきます。次にタイトルの搭載素材、コールアウトこと、字幕1を動画とホワイトの間に配置します。コールアウト5はタイトルグループコントローラーを使って動画のすぐ下に配置して、順位とエフェクトパックの名前を入力します。字幕1はさらにそのすぐ下いっぱいに配置してコード編集を開きます。黒い四角形は上の文字を削除して不透明度を下げます。テキストを追加してダウンロード数を入力します。次にホワイトとテキストを30秒まで伸ばし、動画も複製して全てちょうど30秒になるようにします。テキストに設定されているアニメーションはクリップを伸ばすと一緒に伸びるので、コールアウト後のコード編集を開いて調整します。字幕1にはトランジションバーを追加してタイミングを調整します。これで10位の画面が完成です。エクスポートをクリックして MP4 で書き出しておきます。書き出しが完了したら動画クリップとテキストを入れ替えながら9位から1位も同じように作成していきます。動画を入れ替えるときは前の動画の上のトラックに重ねるとぴったり重なる位置に吸着するので、配置してから前の動画を削除していくとずれずに作ることができます。これで10本の動画が完成しました。最後の動画を書き出したら保存先を開くをクリックしておきます。一旦プロジェクトを保存して新しいプロジェクトを開きます。新しいプロジェクトが開いたらタイムラインにサンプルカラーのホワイトを配置して、その上のトラックに分割表示17をドラッグ&ドロップします。ビデオタブのボーダーのチェックを外しておきます。次に先ほど作成した動画の10位から7位を配置して微調整します。分割のクリップを15秒まで伸ばします。次に1つ上のトラックにもう一度分割表示17を少し重ねるように配置して、今度は6位から3位までを配置します。同じように2位と1位は分割表示1に配置します。最後に画面最上部にテキストを追加してランキング動画の完成です。ここまでの作り方でもランキング動画として10位から1位までの紹介できますが、もう一手間かけて横にスライドするランキング動画の作り方を紹介します。分割表示に10位から7位と6位から3位を配置した状態でクリップを30秒まで伸ばして8秒の位置にキーフレームを追加します。そこから15秒かけて左側へスクロールしていくようにキーフレームで制御します。完全に画面外へ消える位置まで動かしてくださいね。
6位から3位の分割表示を8秒の位置に頭が来るように配置します。キーフレームは上のトラックが動き終わる23秒の位置にまず追加。8秒で画面右端ギリギリから38秒までかけて画面左端ギリギリまで移動するように設定します。あとは2位と1位ですね。32秒の位置に2位のクリップを配置して1秒かけて画面の真ん中に現れるようにキーフレームを設定します。上のクリップのスクロールに合わせて少し動きを追加しておきます。最後に1位のクリップを40秒の位置に配置、こちらも1秒かけて等間隔なレイアウトになるように配置します。1位2位のクリップとホワイトを1分の1まで伸ばしてスクロールするランキング動画の完成です。それでは完成した動画を見ながら2020年のフィルムストックエフェクトパックトップ10を紹介します。第10位踊れパック、第9位集中線パック、第8位レトロシェイプパック、第7位クレヨンパック、第6位ロマンチックパック、第5位日本語テロップパック、第4位モダンマテリアルパック、第3位フィモーラレガシーパック、第2位マーシャルアーツパック、第1位落書きパック。このような結果でした。たくさん使っていただいてありがとうございます。実はトップ10にランクインしたエフェクトパックは無料で使えるものもたくさんあります。概要欄の URL からダウンロードできるので気に入ったエフェクトがあったら皆さんぜひ使ってみてくださいね。今回紹介したトップ10はもちろんランク外にも面白いエフェクトがたくさんあるのでチェックしてみてください。皆さんも好きなジャンルのランキング動画を作ったらコメント欄で教えてくださいね。この動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。